ってるんです。さっさと渡してくだされば私は助かりますし、あなた方も怪我をしないで済む。ウィンウィンってやつでしょ。ほうほうほう。おや、戦闘モードになれるとは。リサーチ不足でしたね。でも40秒もあれば。んや、もう時間切れ。ん？まだ2分20秒しか経っていませんよ。そう？僕はもう220年は待たされちゃった気分だよ。ですか。お目覚めになってから何をそんなにイライラしてるんです？こんな恐竜のお肉が美味しいなんて単なる噂ですよ。それでも食べてみたいんだよね。こいつのいかにもガツンとパンチありそうな味が。夢で見たあいつを思い出すきっかけになりそうな気がしてさ。夢？予知夢だよ。ビルス様の予知夢ってそれほど的中率高くないでしょう。この前だってアイドルが近所に引っ越してくるって夢当たらなかったじゃありませんか。バカにしてるな。君、退屈だね。やれやれ。返すよ。終わりました。礼儀を知らない奴は大嫌いだ。で、どこまで話したっけ？予知夢で見た誰かさんを忘れたっていう。そうそう、ここまで出かかってるんだけど、なんか気持ち悪いんだよね。奥歯に物が引っかかってるみたいな。耳クソが耳の奥でずっとカサカサ言ってるみたいな。わかる？わかる？ビルス様、恐竜のお肉どうなさいます？やめた。あんまりうまそうじゃないし。